五行詞は、題名をつけて五行で自由に書く詩である。単価のように五万七千五百七十七音の制約はなく、題名をつけて五行で書くという以外は、規則がない。なお、五行詞を連ねて書く、五行詩連と三分と五行詩を組み合わせた五行詩文というジャンルも、ある。また英語と母国語の二カ国語を使って書く、世界五行詩というジャンルもある。 明治時代の新大使の試みとして、与佐の博史や秋子が題名がついた五行詩や、西洋の影響を受けた五行詩連を、たくさん書き残した。それ以降、題名がついた五行の詩も題名がつかない五行の詩も、両方、五行詩と呼ばれる時代が続いたが、2011年11月に、愛しい地球世の中で、藍津太郎が題名がつかない五行家と区別し、 題名がついた五行の詩を五行詩と明確に定義し、それを提唱した。2018年には、合図太郎が英語と母国語の二カ国語を使って書く世界五行詩を提唱し、世界中の100人以上の詩人たちと共に2018年から毎年一冊ずつ世界五行詩アンソロジーを刊行している。客中、出典。ありがとうございます。